皆さんは10代で新宿の暴力地図を塗り替えた伝説の男、三木ヒロムという人物を知っているだろうか。三木は日本のグレン隊の首領とも呼ばれた男で、500人にも及ぶ非行少年グループの頂点に君臨。俺は仁義もいらない、縄張りもない、喧嘩だけ、あの場所が金になると思えばそこに行くだけとインタビューで答えており、現代の半グレの走り的存在と言っても過言ではない。そこで今回は三木ヒロムの生い立ちや経歴、そして非業の死を遂げてしまった彼の最後について触れていこうと思う。柔道も面白いけど、やっぱ仲間と一緒に喧嘩している方が最高。1938年、三木は5人兄弟の末っ子として朝鮮で生まれた。父親は朝鮮で炭鉱を所有していたものの、敗戦後は日本に引き上げ、東京中野区で税務法律事務所を営む。しかし1952年に父親が病死して以降、世間の風の冷たさに反抗するかのように不良の道へと進んでいく。三木はもともとアウトロー気質が強かったが、その一方で裕福な家庭の中、親の愛情を受けて育ったと言われており、彼はこの両極に揺れながら青少年時代を過ごすこととなった。また三木の小中学生時代に関しては、小学生の頃から熱心に柔道に取り組む反面、地元の不良たちとグループを作り、喧嘩に明け暮れる毎日を過ごしたようだ。その後中学を卒業した三木は、当時不良が集まることで有名だった巣鴨高校に進学。しかし弁が立ち頭も良かった三木は、真っ当な人間になってほしいという親の意向により編入試験を受け、当時進学校であった石神井高校へと編入を果たす。入学当初は勉強に励み、成績も良かった三木だったが、その後あるトラブルに巻き込まれ、状況は一変してしまうこととなる。三木、ちょっと相談があるんだけど。お前その怪我どうしたんだよ。それが、何でもヤクザと関係を持っているとかいう先輩に殴られて。確か三木は前の学校では喧嘩も強かっただろう。助けてくれ。なるほど、そういうことか。わかった、俺に任せろ。クラスメイトの一人がヤクザと関係を持つ上級生に殴られ、ミキに救いを求める事件が起こる。ミキはその後上級生を呼び出し殴ったことから、教師や父兄に吊るし上げられてしまう。そしてこれを機にミキの人生は大きく変わることになる。学校なんていい加減なものだし、正しいことが必ずしも世の中を通らない。こんな学校いるだけ無駄だ、やめてやる。石神井高校を退学後、三木はアウトローの世界へと振り切ることを決意。しかしその後、またも親の強い要望により慶応商業へと入学。とはいえほとんど学校には通わず、喧嘩三昧の日々を送り、やがて番長となった三木は、右翼の家をたまり場とし、鷺宮から新宿に進出しようと試みる。そのため後ろ盾となるヤクザ組織を紹介するよう頼んだものの、三木の母親から学校へ行くように説得を頼まれていた右翼はこれを拒み続けたという。こうして三木は新宿へ進出する道を模索し始め、17歳の時には新宿周辺の番長たちと手を組みグループ化したと言われている。どうにか新宿に進出できないだろうか。やはり後ろ盾がないとまだまだ厳しいのかもしれないな。いつしか三木の周りには多くの不良たちが集まるようになっていき、組織のさらなる拡大を目指し、1956年に三聖会を結成。三聖会は三木のカリスマ性によって結成された組織だけでなく、仲間思いで優しく気遣いができる三木を不良たちが担ぎ上げた組織であった。そしてこの頃、三木の仲間が地元の不良グループにリンチを受けていた際、たまたま通りかかった当時の統制会幹部が仲裁に入るという出来事があった。この報告を受けた三木は統制会の幹部のもとへと出向き、射程になったと言われている。杯を交わすといった関係ではなかったとされているが、これがきっかけで付き合いが始まった三木は、新宿進出の後ろ盾を得て三聖会の勢いは増大することとなった。また三聖会の会員は6割が高校生で、残りは中退組や無職、チンピラ、バーテンやボーイで構成された組織であり、仲間意識で集まった不良たちにより最盛期には500人ほどになったという。ではそんな三聖会のしのぎとは何だったのだろうか。金になることだったら何だってやる。だがお前たちに小遣いをやることはないし、俺は身内から取り立てるようなこともしない。その代わり用心棒やバーのボーイの仕事を見つけてきてやる。だから自分たちで食えるようにならなきゃいけねえ。三聖会は一人の相手に対し大人数で襲いかかる方法で喧嘩に明け暮れ、
歌舞伎町一の不良グループへと成長を遂げる。そして会員たちはヤクザが用心棒を務めているバーやキャバレー、喫茶店などに50から60人で押しかけては大声で騒ぎ、ミキがヤクザに襲われた際には数百人の会員がヤクザに激しいリンチを加えたと言われている。このようにして従来ヤクザに用心棒を収めていた経営者たちは賛成会へケツ持ちをくら替え、またその他にもミキは歌舞伎町を縄張りとしていたバクと小金井一家に挨拶を入れることなく賭場を開帳。さらには新宿駅東口や歌舞伎町のパチンコ店の景品買いをもしのぎとしていたという。飛躍的に勢力を拡大させていった賛成会だったが、ついに暗雲が立ち込めることとなる。あの砂利ども、本職の俺たちヤクザをなめてんのか。ただのガキがちょっと調子にこいているだけだと思い気にもしなかったが、さすがにもう我慢ならねえ。賛成会を潰す。勢力を増し続ける賛成会の勢いはとどまることを知らず、次々とヤクザの縄張りを犯していった。これに対し当初は多めに見ていた既存のヤクザ組織は徐々に防衛に乗り出し、塚原一派系統である青龍会は賛成会潰しに動き出る。その後1959年9月、賛成会会員が青龍会の人間に刺殺される事件が起き、報復を企てた三木は青龍会会長を拉致。しかし統制会幹部の命令により青龍会会長を解放し、後日関東の大親分の仲裁によって正式に事件は手打ちとなった。事件は手打ちとなってしまったが、仲間が殺されたってのにこのまま黙ってらんねえ。必ず青龍会に報復してやる。事件は手打ちとなったものの、この後継続的に賛成会と青龍会は衝突を繰り返したと言われており、結果的には十数件にも及ぶ死傷事件が発生。傍観できなくなった統制会は賛成会に解散を指示するが、賛成会会員たちは誰も指示に従うことなく、もはや三木にすらも統制できない状態であったという。そしてこの頃、住吉一家を中心に作られた組織港会が新宿に進出。賛成会と港会の対立はしばしば起こり、新宿の勢力図を塗り替えるほどの力を誇っていた賛成会は、まさに港会にとっては名を売り出すのに適材であった。こうした状況の中、三木は、俺は太く短く生きるんだ、と豪語していたが、ついにその時が訪れてしまう。くそ。1961年10月31日、三木は新宿区歌舞伎町の深夜喫茶で、敵対する港会の人間により銃で撃たれ、23歳の短い生涯に幕を下ろした。多くの不良に憧れられ、絶対的カリスマとして暗躍した三木ひろむ。しかしながらそのカリスマ性をもってしても、数発の銃弾によって夢と青春が砕かれてしまい、最後は非業の死を遂げてしまうこととなった。そしてミキという大きな存在を失った賛成会会員は歌舞伎町から姿を消し、一部の若者は統制会へ合流したという。もしミキが生きていたら、新宿の勢力図はどのように変わっていただろうか。ミキさんは今のヤクザとは大違いだね。ヤクザといえば上納金を納めさせて組員を飼い殺ししているイメージだけど、ミキさんは決して会員を駒とはせずに仲間として扱っていた。いくら悪いことをしてきた人だとしても、そういう人間味のある部分が知れてよかった。そしてもしその日にミキさんが亡くなっていなかったら、今のヤクザの勢力図も少しは変わっていたかもしれないね。23歳で生涯を終えてしまうにはあまりにももったいない人だったと思う。最後まで動画を見てくれてありがとう。この動画がいいと思ったら高評価やコメントも忘れないでくれよ。次の動画は何だろう。それはまたのお楽しみ。火曜日以外の8時に動画を配信中。チャンネル登録をしてベルボタンも押しておこう。それではまた明日。